これね、やっぱめちゃくちゃ使えるんだよね。めちゃくちゃ使えるんだよ。めちゃくちゃ使えるんだよ、こうやって。チャオ、元プロサッカー選手宮崎です。今日は誰もできる簡単フェイントっていうのをやっていきましょう。そしたら最初、その簡単フェイントってみんなちょっとボディフェイントって聞いたことある？なんかフェイントでもやっぱそのシダースだったり、まあいろんなフェイントあると思うんだけど、じゃあ体、ボディね、ボディ、体、体を使ったフェイントでやっぱ相手を揺さぶるね。やっぱりこれも大事な要素なんですよ、サッカーでね、相手、かわすときね、ボディフェイントっていうのはそうめちゃくちゃ大事だから、まあこのボディフェイント足で、僕こうやってやるんだけど、足でやっぱりやるよね。こうやってやっぱりね、なんでボールあんま触んないんだよ、正直言うとね。触んないからこそやっぱ誰でもできるっていうフェイントなんで、今日はねそれをね細かく紹介していきたいと思います。で、ボディフェイントで大事な時はやっぱり相手を揺さぶる、横にやっぱ揺さぶるね。なんか走ってる時というか縦に揺さぶる、この上下に揺さぶるって結構どうだろう、難しいというかあんまないと思うんだよね。その場で相手を揺さぶることできるっていうのはやっぱり自分がこう横に動くことがすごい大事だよね。で、今日のポイントはこういうこと。いい？ただ前にステップしてるだけじゃ相手もあんまり怖くないから、今日のボディフェイントのポイントは横、こういう感じ、こういう感じだから、見てね、僕のちょっと足元見てね、ちょっと斜め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 、いい？このちょっと斜めにすることによってめっちゃ細かいんだけど、これアウトに行くような最終的な姿勢になってるから、いい？どっちでもアウトに行きますよ、だけこっちでアウト行きますよっていう感じにしてあげる。足元はね、足元はいい？これがすごいポイントだからね、いい？だから前前前前前、これただステップしてるだけで別に相手としては揺さぶらない、揺さぶられないね、全然揺さぶれないと思うんだよ。だけど僕がこういう感じね、わかるかな、肩もちょっとこうやって入れてあげる。そうするとどっち行くの、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 こっち行くよっていう感じになるのが、これボディフェイントのポイントです。いいですか？だから下半身だけやってる人、まあそれでも抜けちゃう時もあるけど、けどよりリアリティ、より相手に揺さぶりをかけたい時はやっぱり上半身もやっぱこうやってボディフェイントね、でダンス踊ってるわけじゃないから、そんなね、いい？左足と左手、こうやって肩がちょっとグッ、なんていうかな、こういう、なんで円描くような感じね、肩で円を描くような感じすると、あのね、揺さぶりやすくなるから OK。 できない人はちょっと、まず上半身と下半身の連動めちゃくちゃ大事だから、最初はまあこういう練習してもいいよ、こういう練習、斜めにちょっと斜めに出す足をね、いい？斜めに出す、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 ね、それが慣れてきたらちょっと早く斜め斜め斜めで、こういう感じでもいいかな。例えば足ちょっと後ろにいて足首をね、そしたらこっちに行きやすくなる、こっちに行きやすくなる、こういう感じでやる練習も全然いいと思 う、 こう、ね、僕はそう思う、ね、だからつま先をもうアウトで触るんだよ、アウトで触るんだよ、アウトで触るんだよ、アウトで触るんだよっていうことを、どんどんこれも早くやってね、慣れてきたら早くやると相手も引っかかりやすくなるよ、 OK？ ちょっとそのね、その場での練習ができたら次のステップ行こう。次のステップはボール、やっぱドリブルしてる時もボディフェイントこれできるから、ちょっちょんってボール蹴ってこれをで、いろんなこうやって今みたいに細かいステップまずやること、いい？ちょーん出してっていう感じ、 OK？ ね、ボールを少し台に出して、やっぱりこれも早くこれやった方が相手はやっぱ、どっちに行くの、どっちに行くの、どっちに行くのっていう感じになった方がやっぱり、ドリブルする人としては抜きやすくなるから、いい？次のステップは出したら今早くしてどっちでもいいし、 OK？ね、できるならやっぱ両方やった方がいい、ね、左しかいけないとやっぱ左のボディフェイントが結局って結構よ、相手も試合中何回も読んできたら止められるの簡単になるし、だけど
左だけじゃないんだよ僕実は、右も行けるんだよっていう練習してればやっぱ両方行くことによって相手も読まれなくなるからね、まあそういうことも意識して練習してみて。いい？これねやっぱめちゃくちゃ使えるんだよね、めちゃくちゃ使えるんだよ、めちゃくちゃ使えるんだよ、こうやってほんと細かく動けば動くほど、あ何やってんのって。やっぱねディフェンスの心理としてはガチャガチャやられるのめちゃくちゃ嫌、なんていうか反応しちゃう、反応しちゃう、ピッて動いただけでもあ抜いてくんだろうなと思うし、さらにピッて動いただけあ抜いてくんじゃない、こっちに抜いてくんのと思うね。だから小さく早く、前のシザースのフェイントにも言ったんだけど、小さく早く小さく早くっていうのも意識するのだといいかもしれないね。これが幅が広いのだとやっぱ動くのが結構きつい、遅くなっちゃう、ね、だから小さく早く込むっていうのも、相手を騙すための、ポイントかもしれません。 OK こういう感じ、小さく小さく早く出す、 OK でその時にやっぱ難しいんだけど、アウトの押し出しの時にポーン圏内で、しっかり速いトップスピードでも押し出して前に行けるようにね、いいスイートスポット使って押し出して前に行くように、ね、突破の時はもしかしたら次にセカンドディフェンダー真後ろにいるかもしれない、ね、取られちゃうもん、すぐ取られちゃうかも、ね、そうじゃなくてやっぱ自分の近くに押し出すようにしてください。 OK スパイクで楽しくなってますね、だいぶだいぶあのキレキレですね、やっぱスパイク相当嬉しいから、あとメンタルスポーツだね、サッカーっていうのはいろんな上げる要素があるね、メンタルを。今日はこの新しいスパイクが僕のメンタルすごい上げてくれる。一つのポイントとしては、まあ、バタバタちょっと 足音わざとちょっと立ててやるのも相手びっくりするから、まあ、そういう音を立てて相手音を立てるっていうのもやってもいいかもね。いいですか、やるのも面白いかもしれないし、ねまあ、それはね一人一人ねやっぱ抜くときこのボディフェイントってまあ正直やり方というか形はあるけど正解はないですね。でだからいかに相手を揺さぶるか、じゃあどうやって揺さぶるの、別に何でもいいよ、ね、まあ僕の場合こうやってステップ速くする、ね、そのするだけでも相手がやっぱずれるから、まあこれを試合中めちゃくちゃ使います、ね、初心者でもこれだけで全然このサイドステップというかステップだけでペイントになる、すごい簡単な技だから、けどこれをスピードに乗りながらやるとさらにやっぱね相手もびっくりすると思うよ、ね、みんなもねこのねボディフェイント頑張って習得して、ね、やっぱり1対1の場面抜いてシュート、その場面にねどんどん成功、その1対1が成功するように、精度っていうのをね、どんどん上げてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方チャンネル登録また高評価の方よろしくお願いします。